はい、どうもこんにちは。橋本淳也です。今回はですね、これ、ふんわりとろけるロッテガーナトリュフをご紹介したいなと思います。はい。これね、セブンイレブンで売ってたんですけど、まあ僕いつもセブンイレブンばっか使うんですね。で、セブンイレブンでいつも、その、チョコレートのあるところ行くと、これが目につくんですよ、絶対に。ね。どんなんだろうってちょっと気になってて、ね、いつか買おうかなと思って。ね。ずっとほったらかしにしてたんですよ、これ。で、ようやっと買えたので、ようやくね。なので、ちょっとね、食べてみたいなと思います。ちょっと楽しみです、これ。まあ、これね、僕全部で食べてしまうと、子供らに怒られちゃうんで。ね。ちょっと。食べていきますね。はい。こうやって開けますね。はい。よいしょ。おー、かわいいらしい。でもね、こんな感じのパッケージなんですけど、やっぱ商品とね、絵が全然違いますね、ものと。見えるかな？こんな感じなんですけど、この現物はね、こんな感じです。はい。ココアパウダーまぶしたるみたいな。こんな感じでございます。見えるかな？今回ね、iPhone6 Plus で撮影をしています。はい。なのでちょっと雰囲気が違いますね。ではちょっと食べてみたいなと思います。普通ですね。普通のガーナチョコレートです。トリュフって言ってるけど、普通のガーナチョコレートですね。全然味わかんないです。変わんないです。冬季限定って書いてあるんですね。で、まあ、口どけのふんわりとろける感じっていう書いてあるけど、ふんわり、普通のガーナチョコレートじゃないの、これ。あんま変わんないね。200円です、これで。まあ、丸くした感じですね。ちょっとね、気になってた分だけね、ちょっと拍子抜けかな。拍子抜けしました。普通のね、チョコレート、ガーナチョコレートです。ということで ということで今回ね、ふんわりとろけるロッテガーナトリュフをご紹介しました。でした。ね。紹介っていうわけではないですけどね。食べてみた。でした。はい。では、また次回、なんかの動画でお会いしましょう。ね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方、よろしくお願いします。今回はね、iPhone6 Plus を使って撮影をしました。まあ、いつもと違って、この後パソコンの中取り込んでっていう作業はない分、まあ、一発撮りっていうふうなことを考えれば、ちょっと緊張はしますけど、まあ、手軽さ上ではいいですよね。まあ、手抜きと
って言われてしまえば手抜きなんですけどね。けど手抜きではなく、まあこういうのもね、一回やってみるのもいいのかなと思ってます。はい。ただね、これ iPhone 6 Plus はね、目線がね、どこを見ていいかがわからない。カメラ見ればいいんだけど、カメラ見ててもまっすぐじゃないよ感じがするんですよね。なんかね、こう画面のね、カメラのね、位置がここなんですよ、要は。ここなんですね。なので、まぁ、ちょっと違う感じで。まあまあまあいいですわ。ね。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。あ、でもさっき言ったな、これな。まあいいや。とりあえず、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。